簡単なことから始めよう。16世紀ガリレオはランプが揺れているのを観察し、自分の脈で振動の周期を測った。振り子の振動はどのように記述されるのだろうか。振り子の重りは青色の円周の上を動く。この円周を円柱面上に描こう。円周の各点は振り子の重りの位置を表す。例えば赤色の点は最も低い位置を表す。赤色のベクトル、つまり重りの速度は一つの実数で表される。一つの方向に回っているときは正で、反対方向は負である。この数値を円柱面上の垂直方向に描くことができる。こうして円柱面上の点で位置と速度を表すことができる。水平な円周上の第一座標がブランコがどこにあるかを示し、垂直な第二座標がブランコの回る速度を示している。では重力を働かせて振動を観察しよう。はじめは摩擦力は全くないとしていることに注意しよう。振動はいつまでも続く。最初の位置が低く、速度があまり大きくないとすると、振り子は周期的に振動する。みんなが知っている通りだ。もっと勢いをつけて、早すぎるくらいで始めると、ぐるっと回ることになる。これも周期的だが、様子は異なる。円柱面上の軌道を見てみよう。軌道はベクトル場に沿って描かれる。もっと現実的な摩擦力があるときを見てみよう。振動はだんだん遅くなり、ブランコは最後には止まってしまう。アリストテレスの考え方を思い出そう。ブランコはその本来の位置、つまり一番低い位置に戻ったのだ。円柱面上の対応するベクトル場を観察しよう。軌道は最後には不動点に落ちていくのだ。この平行点を安定アトラクターと呼ぶ。だから摩擦のあるブランコは結局あまり面白くない。しばらくすると静止してしまうからだ。ブランコは高くまで行くように漕ぐから面白いのだ。ところでこれはフラゴナールが描いた紳士の視線と同じだ。彼もブランコがとてもお好きのようだ。少し簡単にして、重力と摩擦力以外に小さな噴射管による推進力を持っているブランコを考えよう。小型ジェットエンジン付きの現代的ブランコだ。ここでは推進力は速度と傾きの角度がある値より小さい時にだけ働かせよう。ブランコがゆっくり動き出す時には推進力が働いている。加速され、さらに加速され、速度が大きくなりすぎると推進力が止まる。今度は摩擦力が加わるから、ブランコは減速され、さらに減速される。そうするとまた推進力が加わる。最後には
ブランコは周期的な体勢になり安定する。ポアンカレが言う極限サイクルだ。カオスとは正反対のものだ。周期的な体制だ。すべてが同期している。円柱面上の位相図と呼ばれる図を見てみよう。赤色の軌道が極限サイクルだ。巻きついている軌道がある。少し時間が経つと、この軌道は周期軌道と見分けがつかない。この状況の簡単な例が環境学に現れる。1930年代に提案されたロトカ・ボルテラのモデルだ。同じ地域に2つの種がいる。よく使う例えはウサギとキツネだ。我々は幻想的な場面にしてアヒルとスイレンを考えるとしよう。アヒルはスイレンを食べるとしよう。アヒルの数が少なければ、アヒルは少ししかスイレンを食べない。スイレンの数はどんどん増加することになる。たくさんのスイレンがあるところに少数のアヒルしかいなければ、アヒルは十分な食べ物があるから、アヒルの数は増加する。しかし、アヒルの数が多ければ、スイレンは食べ尽くされてしまうのだ。スイレンの数がとても少なくなると、アヒルは食べるものがなくなり、アヒルの数は減る。こうして一回りが完成して、はじめから繰り返すことになる。ある時刻の様子を平面上の一点で表すことができる。第一座標はスイレンの数を表し、第二座標はアヒルの数を表す。実際平面上にベクトル場が描かれる。アヒルとスイレンは時間とともにこのベクトル場の一つの軌道をたどり、極限サイクルに到達する。アヒルとスイレンの数は最終的には周期的に振動することになる。運動は短い過渡的な時間の後には停止するか周期的に振動するようになり、それが続いていく。科学においてその後長くそう信じられるようになる。19世紀末にポアンカレが示した初期の力学系理論の定理の一つは、それを立証しているようにも思える。平面上のベクトル場についての定理である。図のようなベクトル場を考えよう。ベクトル場の全体は分かっていなくて、この円周の近くの様子だけを知っているとしよう。円盤に入っていく軌道を取ろう。この軌道はどこへ行くだろうか。そうだね。ポアンカレ・ベンディクソンの定理によれば、2つの可能性がある。第一の可能性は、軌道が平行点に近づいていくことだ。こんな風にだ。これは前に見た、結局は止まる振り子の場合だ。第二の可能性は、極限サイクルに近づいていくことだ。
このような定理をどうやって証明するのだろうか。主要な考え方は次のようなものだ。円周の一点を取り、円盤の内側に入っていく軌道を観察しよう。ストップ。P という点で止まってみよう。点 P の近くの軌道を観察しよう。軌道が将来点 P の近くに戻ってくることができるだろうか。実際に点 P の近くの点 Q を通ると仮定しよう。P と Q を結ぶ軌道と線分 QP を合わせると平曲線が得られる。この平曲線は青色で示した領域の境界となる。Q を出る軌道は青色の領域に入り、そこからは出られないことがわかる。軌道は罠にかかってしまったのだ。外に出るためには PQ を結ぶ軌道を横切らなければならないが、2つの軌道は交わらないのだ。なぜだろうか。2つの軌道が同じ点を通過することは、コーシー・リプシッツの定理に矛盾する。一点を通る軌道はただ一つであるという定理だ。そうすると、Q を出る軌道は線分 QP から出ていかなければならないが、線分 QP 上では、ベクトル場は内向きで外向きではない。こうして P を出る軌道は、一度は P の近くに戻ってくるかもしれないが、その後は P の近くに戻ってくることはできないのである。これを再帰性がないという。これがポアンカレ・ベンディクソンの定理の主要な考え方だ。この定理は、いわゆる力学系の定性的理論の最初のものである。ベクトル場の不完全な情報からでも、しばしばベクトル場の軌道の様子が理解できるのである。平面の場合にはすべてがうまくいく。軌道はそのうちに周期的になるか平行点に近づくのである。しかしポアンカレはすぐに気がついた。この定理は二次元のベクトル場、つまり非常に簡単なシステムで成立しているに過ぎないのだ。三次元以上では状況はもっともっともっと豊かで美しいものになる。優しい極限サイクルは終わりだ。カオスの世界にようこそ。